はい、ああ、いい天気ですね。もう雪何もないですね。毎日出たがっております。 本当に春になるね。もうすぐね、あっという間です。ああやってね、溶け出すとあっという間に溶けちゃいますね。はい、じゃあ今日はこれから何をするかというと、パエリアを作ろうかというね。ソジカマメシフパエリア。パエリアってのはつまりこう、なんていうの、炒めて、ほら、これでタケノコあるでしょ、タケノコ。水が漏れちゃったよ。水漏れちゃうとですね、タケノコにこんにゃくあるでしょ。タケノコにこんにゃく、あ、これ、べったら漬け、べったら漬け、来ました。食べなきゃ。で、あとはなんかあんかな、薄揚げがあるね。薄揚げも入れよう。薄揚げ入れて、タケノコ、鶏とかなんかいろんなもん入れて、ちくわも入ったっけ？ちくわも入るといいよね。ちくわありますね、ちくわね。パエリアっていうとさ、なんかこう、イタリアって感じするけど、するけどどうだい？ 僕が作ると、和風です。和風パエリア。和風。なんかこういう、面白い青い葉っぱをね、ヤスリナスでね、買ってきましたね。これと美味しく言いますよ。今日はまずよ。ピーマンでしょ？ピーマン、人参。ピーマン、人参。椎茸、生姜。椎茸、生姜。ベーコンもあるね。ベーコンもちょっと入れた。ベーコンもちょっと入れるよ。よし、じゃあこれでいいんじゃないの？レンコンでね、レンコン。レンコンあったろ、レンコン。レンコン！これレンコンじゃないの？あ、レンコンありましたね、レンコンね。セロリもちょっと、一房が入ってるとうまいだもんね。最後に入れる？いや、セロリは早い方が美味しいよね。和風はね、和風はなんていうの、あんま香り強くない方が美味しいですよね。まあね、マスク取られましたね。でもマスクはできないみたいですね、前ね。はい。はい、じゃあ始めますか。まずは、パエリアっていうのはさ、結局なんていうの？よいしょ。眩しい。鳥ね、鳥はこれで切りましょうかね。ちょっと眩しいな、ね。眩しいの覚醒。これはね、フライパンで簡単にできる、なんていうの、幸せになれる料理、幸せになれるといいね、幸せになれるといいね、いいね。半分でしょうね。こんなもんね。ご飯1合ですから、そんなおかわりじゃないですね。こうね、鶏の皮の方から、炒めてやれ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 。お前たちは、炒められるんだよ、これから。小さい方がいいですよね。これは、なんていうの、男の料理って感じするよね。金玉ついとる。つまんね。やっぱ和風だったらごま油だろうね。ごま油は金持ちだ。はい、オッケー。はい、じゃあ次は。レンコンね。レンコンがね、思いのほかレンコンが、なんていうの、この料理では、核になります。それが、ちょっと変なんじゃない、お前。俺は変、マサイヤは変な男。しかし、100年後に、100年後にどうするって。鶏肉で、このレンコンがね、こう炒められてるとこにご飯が入って、一緒に炊き込まれていくわけですね。
もうちょっと小さい方が綺麗かもね。もうちょっと小さくしてやろうか。もうコリコリっとしたね、感触が、なんていうの、人間っていいなって感じしますよね。しねえよ。人間とはそのように、どっちでもいいよ。和料理ってのはね、ニンニクを使わないのですけれども、あのパエリアはあの世界の料理ですからね、ちょっとだけ入ってもいいと思いますよ。和風の料理でもニンニクって使わないね、なかなかね。なぜだろう、なぜだろう、なぜかしら、なぜになぜになぜかしら。昔ニンニクの神様が、いやもうやめた。そうだね、これが入るね、これが入るね。うさぎが入るとね、結構美味しいですよね。これが入るんですね。力が入るの？ちょっと燃えるんじゃね？これはちょっとこう、最初にね、炒まらないとダメね。ネギどうしようかね。さつまいも入れようか、さつまいもね。面白いぜ、さつまいも。こんなんでいいな。そんなにいっぱいはいらないよね。甘みが出るからね。かぼちゃなんか、あ、かぼちゃも入れようか。かぼちゃに、かぼちゃどこだ。あ、みんな使っちゃったんだな。うん、なくなったもんね。しいたけ、ピーマン、生姜のこれも、どこに。ダイバーだったの教えを受けた。ベーコンね、ベーコンはこうね、ここでこう切っていいですね。この油がね、結構いいんですよ。少しずつね、何度も使っていきます。明日またベーコン、明日か、まあもうちょっと先にベーコンありますけどね。ベーコンは旨味をね、出してくれますから。おー、やってろ。生姜ですね、生姜。このぐらいいろんなもの入るとさ、欲しいよね。つまりご飯ってさ、結局はその接着剤みたいな役割をするんでね、美味しさをこう、接着剤、接着剤、まとめて一つに接着剤。あ、なんかいっぱい落ちた、いっぱい落ちた。はい、これね、これだね。タケノコ味を吸います。このぐらいですね。こんなにいっぱいじゃないね。しいたけは味を吸います。みんな味を吸います。これいろんなものが入ってうまそうじゃろ。で、だいたいどういう順番で入るかっていうのも決まりますね。鶏肉がここでしょ。こんな感じでね。鶏肉もちょっとこっち来て。じゃあこんな感じで進めますか。はい。フライパン。お、フライパン。
はい、じゃあ行きましょう。ごま油をかけましょうや。最初はベーコン、ベーコン、ベーコン、ベーコン。ね、ベーコンの油が出ます。ベーコンの油が出ます。ベーコンの油がちょいと出たら、はい、ニンニク。ニンニクと生姜がね。ニンニクと生姜は香味が強いんでね、早めから入れておいていいです。で、そうですね、これはひき肉でもいいけどね、油はそんな多くなっていいですね。熱い油だったらね、それはやっぱり油が大事。それでご飯なかったら大変だね。ああ、いい香りがしてきました。ちょうどね、ニンニクのこう炒まった香りがね、いい香りですね。出汁が出ましたら、これでご飯炊くわけですよね。うわー、効いてるね、いい香りだ。ベーコンがよく煮立ってますね。あ、やっぱー。よし、ちょっと行きますか。まあ、これは純不動だね。もうみんな入れていいよ。はい、入りました。全員集合。あ、こんにゃく忘れた。こんにゃくっていいね。くにゃくにゃして気持ちいいね。やっぱりそれ。ちょっと気持ちいいみたい。なんか昔の山留克彦さんの漫画だよね、それね。ああ、まだだろう。で、この美味しさをね、みんな一つにまとめるのがお米なんですね。よくまず火が通らないとダメね。おお、いい香り。いい香り。あはは。いい香り。ゆでたエンドパウダーおさぎとしてなさい。ポンポンポン。大丈夫です、固くてます。
パーンとね、これ以上のこれいいでしょ。どうしようもあるけど、あー、これは面白い。あ、これ山椒みたいな香りだね。最後だね。これまさにできてきましたね。いい香り。はい。でもね、これは後でいいか。米が入りまして。上からオリーブオイルですね。はい。米ってのは接着剤みたいなもんだからね。これはまた美味しいよね。そしてね、砂糖を。まあ、いい香りですね。カラメルの味になりますね。カラメルぐんだーん。はい、やったー。はい、味が入ってまいります。日本酒。まあこんなでしょうかね。じっくりと味がね出てきて、ご飯がふやけて美味しくなりますから、これ山椒でもいいね。このレモングラスね、うまそうじゃろ。で、味見ね、味見てるか、味を見なきゃ人生始まらない、味を見なきゃ人生終わらない。ウギアと生まれし、この世で最初に見る味は母のちぶさ。いや、やめろ。うん、美味しい、いいお味です。うん、OK。 もうちょいよ、じっくりでいきますか。これでいいかな。はい、弱火にしました。はい、じゃあ撤収を始めますか。撤収、最高撤収。
がね、来てますから、ちょっと見てみましょうね。これも特用ベッタラ。まあ、東京住んでた時はベッタラ漬けが夢だったよね。うまいんだけどさ、高くて。安いところは、まずいですよね。まあ、それはそうだよね。これは上手なところだろうとか、まあちょっと食べてみればわかりますね。ベッタラ漬けはこのね、ベッタラってした感じを洗わない方が美味しいと思うんですけどね。やっぱ洗っても好きな人もいるだろうね。おいしい。幼い頃食べたあの味じゃないよね。ああ、やかましいやつだ。俺。はい、オッケーですね。このまま行きましょう。このまま30分で15分ぐらいかな。もうちょっと火強くもいいね。11分しましょう。それじゃ片付けていきますか。まずか。ベッタラ漬けはここに行きましょう。ベッタラ漬け。俺東京で初めてその友人の家でベッタラ漬け食った時の驚きというや必然的な時にあの醸し方が何じゃこれベッタラ漬けですよ。マスエルさん、そんなおまきも俺があるとは知らなんだよ、知らなんだよ。ちくわはもう入れたよね。よかった、入れなかったらどうしようと思って。はい、後方が始まりますね。そんな後方が終わる頃じゃないですか。ベッタラ漬けもこれ、タタッタタッタタッタ、ベッタラ漬け、これね、こういうやつ、じゃあ、あとあれ、レンコンですね。片付ける順番はみんな決まってますので、まずは包丁。まずは包丁。まずは包丁。何がなくても、まずは包丁。ね、これはあの、どう傷つけるかな。これはまな板ですよね。場所を取るから。このカッパ系はね、あのすぐに洗わないですね。後でいいやってたとしたら面倒いんでね。大体同じようなそのあの流れになるからね、カッパ系はね。こちらを片付けてゴース。手はちゃんと洗ってこないといい感じや。
ね。こういう焼くもの、なんかピーチとかいいもんね。何の音？まだ半分ですね。まあ、ちょっと火が強いぐらいだね。水多かったかな。ちょうどいいね。ご飯がね、柔らかくなってちょうどよくなりきった頃に水が消えてるというね、そういう流れになってます。ね、で、はい、はい、あと片付けを始めましょう。あと片付けを始めましょう。次はまずここにこいつを入ります。 OK。 じゃあこれは一挙両得、一挙両得じゃねえの。それがそれで、このデザインはちょっとこちらに片付けるのはみんなちょっと大体詰め込むときにどっちに片付けるかって決めてますからね。この皿はそっちに引きますから、ね、でここだね、もう一回ね。これは一番向こうでしょう。それでここは、ここにいたこの人たちがこっちに入りますね。こっちに入る。はい、パラーで残りがあっち。皿の場所を暗記しなきゃダメですからね。それからこれはね、必ず洗った方がいいと思いますよ、僕はね。あ、それでここの端系はね、もう速攻で場所決まってますからね。あと、これも場所が決まってますから、ちょっとダメだわ。油がね、ついてるとダメだ。もうこうやって拭ってやってね。それから入れます、入れます。そうしないと油がずっと残りますから、それは間違いないですね。
って僕は思ってます。はい、でここがガチュエイトの刃物が入ってない部分はね、大事ですね。刃物が入ってると怪我しますからね。僕の知り合いというか知り合いの知り合いがやっぱり人が入れた包丁で剣切っちゃいましたもんね。気をつけるべし。おお、だんだんパエリア風鶏釜飯。うん、ご飯ちょうど美味しいぐらい、もうちょいかもしれないけどね。ちょっと強火でいきますか。少しここが焦げるぐらいはね、お焦げが美味しいご飯じゃがな。ちょっといただきますかね。その前にちょっと写真撮ろう。いいね。リゾットかパエリアか鶏皮飯かようわからんぞ。はい、もうね、はい、行きましょう。それでたら漬け、ちょっと時間でございます。でね、さっきの焼きそばというか肉炒め、キャベツ炒めがありますからね。まあいいや、これでいいことにしよう。はい、じゃあこれでいいことにします。ということで皆さんも美味しい美味しいお昼ご飯食べて元気過ごそうでございますが、じゃあね、バイバイ。まいちゃんもバイ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 。